近くにある中華料理店にご協力いただき、ババアナウンサー揚げ状計画がスタート。まずは衣装、キンキラキンが持参した撮影用衣装の中からチョイス。今日の私のファッションテーマがピンクレディーなんですよ、はい、あーなるほど、はい、ピンクレディーなので、うんうん、ババさんもじゃあ今日はピンクで、おピンクレディーで、はい、ということでこれに決定。早速衣装替え、その間に盛るための準備も完了。盛りたくなってくるな、これ。そしてなんかエロいな。早くもテンション低め。かわいい。泣きそうです。ここまで来たらやめられません。特盛りな感じでお願いします。すごい、下見たいですね。そうですね、うん、なんか全身バージョンもあるってこと。あ、うわー、全然いいじゃないですか。これちょっとアナウンス部に貼りましょうよ、これ。すごい、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 見たしたな。これなんか一生の思い出にヌードになる主婦の気持ちが分かりました。全然違いますよ、それは。ヌードになる主婦の気持ち。